青山オペレッタ第15話 Not for you。 アントニオ、あなたには負けました。僕はこれ以上迷惑をかけたくなかったのに。苦労を共にしてくれるというのだから。セバスチャン、俺はあんたとならどこまでだってついていく。それにあんたはこの地に不慣れだろう。イリリアは他国の人間には冷たい町なんだ。アントニオ、そこまで僕のことを。本当にありがとう。もちろんあなたの真心にはこんな言葉では足りないと分かっています。ストップ、ダメだ。セバスチャンの感情が伝わってこねえぞ。すいません。いいか宮島、今のお前はバイオラじゃねえ。バイオラの兄セバスチャンだ。そして俺はその友人で命の恩人アントニオ。セバスチャンに惚れていて熱烈に好意をぶつけてる。お前はどうだ。セバスチャンはアントニオにどんな感情を抱いてる。命を救ってくれて、いろいろ良くしてくれることに感謝してます。アントニオのことは素直にただ親切な友人と思っていて。そうだ、セバスチャンは普通の男だ。アントニオの思いになんて気づいてねえ。だがさっきのお前の表情は明らかに好意を喜んでる顔だった。それに立ち振る舞いもなってねえ。バイオラが男装してる時と同じじゃねえか。いいか、男装した女と本物の男は違う。お前はバイオラに引きずられて全くセバスチャンになりきれてねえ。すいません、俺まだ一人二役の演じ分けができてなくて。余ったれんな。演じ分けが難しいなんてことはオーディションの前から分かってただろうが。はい。バイオラは主役だが、セバスチャンだってこの物語の中に生きる登場人物の一人だ。おざなりに扱うんじゃねえ。同じところをもう一回だ。感覚をつかむまで何度でも繰り返すぞ。はい、お願いします。朝日のやつめちゃくちゃしごかれてるな。てか鏡さんすげえ気迫。おっさん、最近めっちゃ暑苦しいんだけど。俺もさっきものすごい勢いでダメ出しされたし。配役が決まっていよいよ稽古の本番ってことだ。俺らもしっかりしねえとな。ビエンさんにも釘刺されたし。あいつうざいよな。肝に銘じろとか、どんな思いでおっさんがノーバにいるのか忘れんなとか、そんなの知らないっつーの。だいたいおっさんそういうの俺らにちっとも話さないじゃん。そうだな。ま、俺らも同じ舞台に立つんだ。負けてらんねえ。ノエさん、掛け合いの練習しようぜ。はぁ、おい、ノエさん聞いてんのか。ああ、うん、聞いてるよ。何？だから練習しようって。俺らの掛け合いのところ。うん、わかった、やろうか。じゃあとりあえず第2幕第5話、他の役のやつらも呼んでくる。俺らも気合い入れてみっちりやろうぜ。うん。ペルシャの王様が大金をくれると言ったって、この楽しみは譲れないね。マライア、あんな作戦を思いつくなんてお前は大した女だな。俺の妻にしてもいいぜ。僕の妻にしても構わない。持参金なんかいるもんか。この手のものをもっと書いて楽しませてくれるならな。僕もいらないよ。俺のこの体を博打でかけて負けたらお前の奴隷になったって構わない。僕もだ。っておい、どういうつもりだよノエさん。ごめん、気に触ったかな。そういう問題じゃねえ。なんでそんな気の抜けた演技なんだよ。台本通りのセリフではあるけどさ、それにしたってなあ。ああ、あれじゃただ上の空で返事してるだけだぜ。セリフも全然俺らにかかってねえし、掛け合いの練習どころかまともな演技になってねえだろ。もっとちゃんとやれよ。ごめん、俺が一緒じゃみんなの邪魔になるね。あっちで一人で練習してるよ。あ、ノエさん
待てよ。くそ。戻りました。ああ、今日もめっちゃ疲れた。何も言わず速攻部屋に戻るとか、本当にどうしちまったんだよ。ノエさん、それにサイさんも最近なんだかいつもの感じじゃない。ランニングにも行かないし、部屋でもずっと台本を読んでて。朝日。は、はい。ごめん、驚かせた。あ、いえ、大丈夫です。それよりどうかしましたか？うん、今日は久しぶりに走ろうと思って。よかったら一緒にどうかな？本当ですか？はい、ご一緒します。久しぶりにサイさんと走れる、嬉しいな。おい、ちょっと待て。かぐや君？ランニング、俺も一緒に行く。え？かぐや君、さっきから思い詰めた顔してる。ねえかぐや君、俺たちに何か話があるんだよね。寮では言いにくいこと？まあ話っつうか、ノエさんのことなんだけどよ。あの人どうしちまったんだと思う？さすがにおかしくね？部屋でもずっとあの調子なんだよ。すっげえ暗いし、ため息ついてばっかりだよ。うん、本当にどうしちゃったんだろうね。かぐや君が心配するのもわかるよ。あ？別に心配なんかしてねえよ。え？でも君のさっきの話だとそういう風に聞こえたけど。ちげえよ、俺があんなおっさん心配するわけねえだろ。ただ調子狂うんだよ。いつもバカみてえに明るくて、いちいち絡んできてうるさいくらいだったのに、急に静かになるから。それを心配してるって言うんじゃ、かぐや君って照れ屋だな。とにかくずっとあれじゃ俺の気が散って。え？なんだろう今の音、あっちの方から聞こえたような。ちっ、おい、二人とも振り向かないで聞け。このまま南青山三丁目の交差点までダッシュだ。どうしたの急に。それに振り向くなって。いいからダッシュだ、ほら行くぞ。待って、朝日大丈夫？あ、はい。よし、誰もついてきてね。うまく巻いたみてえだな。巻いた？かぐや君どういうこと？どうして急に走れなんて言ったの？悪い、説明する暇なかった。さっきのあれ多分週刊誌とかの記者だ。え？それ本当？あの感じは間違いねえ。俺が青山に入ったことはまだ公表してねえのに、もう嗅ぎつきやがったのか。そっか、かぐや君は有名だから。もしかしてこういうの今までもあったの？ああ、学校でも家でも散々粘着されてきたぜ。あいつらどこにでも現れるし、うざくて仕方ねえ。くそ、あんな奴らに荒らされてたまるかよ。せっかくのノーバの初演なのに。荒らされる？ああ、そうだ、あいつらこっちのことなんてお構いなしに面白おかしく書き立てるだけだからな。舞台の中身も何も関係ねえ。俺のせいでノーバが変な形で注目されるようになっちまったら絶対許せねえ。かぐや君、そこまでノーバのことを思ってくれてるんだ。かぐや君、俺にできることがあったら言ってね。またこういうことがあるかもしれないし。まあ慣れてるからな、さっきみたいにうまく巻いてやるよ。
なんかすげえ疲れたわ。さっさと寮に戻ろうぜ。うん、戻りましょうか、サイさん。そうだね。汽車か。ノエのスランプにマスコミ騒動。見えない霧の中、何かが確実にうごめき始めていた。次回、インアホグ。なんか、いろいろすげえきな臭いんだけど。